こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。まずサムネイル、サバの水煮缶、サバ缶ですね。サバ水煮缶詰のネギ酢醤油です。で、トマトの缶詰カットですね。野菜が切れたので非常用野菜のカットトマトです。で、ご飯のおかずといえばだしオムレツ、LL 卵2個分です。同じものをもう2個焼いてます。だから LL の卵を4個分ですね。で、白ご飯、はい、体重測っていきましょう。時間がない、電池が少ないのでとっとと測っていきます。さっき予備でちょっと測ったんですが、いつもよりもずっと体重は減ってますね。昨日より 500g か 400g 減ってるのかな。体重 57.2kg、 600g 減ってますね。体重 57.2kg、 体脂肪率 12.2、 体脂肪率は増えてますね。体重 57.2kg、 体脂肪率 12.2、 基礎代謝 1354、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.6、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 57.2、 体脂肪率 12.2。 はい、サムネイルはこのサバ水煮缶、酢醤油缶、カットトマトです。だしオムレツは 2、3日前、昨日かな、サムネイルに使いましたからね。で、白ご飯です。今日はこれで終わらさせていただきます。豆菓子と、くるみはまず間違いなく食べます。はい、さよなら。